皆さんこんにちは、大串です。この動画はですね、森田先生が書かれた TOEIC L&R テスト品質英単語という単語帳の中のチェックテストの2の2番の解説となっております。で、問題を解いていない方もですね、この後問題を表示するので、その問題をね、一緒に解いてから解説に移るようにしましょう。では、いつも通り、まず選択肢を見て、どういった種類の問題なのか予測できるか見ていきましょう。そうするとですね、選択肢には、to, of, that, when というね、この4つの単語があります。で、これを見た時点でですね、この4つの選択肢は、まあ、大きく2つの品種に分かれるということに気づいてください。A と B の to to of に関しては、品種は何でしょうか？当然これは、前置詞ですよね。ちょっと長くなるので丸前と書いておきます。では前置詞の後ろに来るものは何でしょうか？これは前置詞の後ろには名詞か、もしくは同名詞ですね。この ing 同名詞だと思っていただきたいんですが、同名詞か名詞のどちらかが来ますよね。では C と D の that と when の品詞に関しては、まあどう考えられるかというと、これらは接続詞として使うことができるんですね。で、接続詞ということは、後ろに来る形はどうなるでしょうか？当然、その後ろの形は、基本的には SV 構造、まあ文構造が来るというふうに考えられますよね。ということで、空欄の後ろの形を見てですね、後ろに名詞か同名詞が来ていれば、to か of を入れることになりますし、後ろに SV 構造が来ていれば、まあ、that と when、まあ、接続詞ですね、を入れるということになります。ということで、空欄の後ろ見てみると、今回は himself という名詞単体が来ていますから、当然この空欄の中には、今回前置詞、つまり A か B、to か of のどちらかが入るとわかるはずです。で、これだけではですね、さすがに to と of どちらを入れていいかまだ判断がつきませんから、さらに前の部分に目を向けていきます。そうすると前の部分には was sure、 B 動詞 sure という形があるんです。で、ここまで見たら、あの表現使うかもということで、ある一つの表現をまあ思いついてほしいんですが、それは何かというと、主語 B 動詞 sure of 名詞もしくは同名詞という表現で、主語は of 以下について確信している、 of 以下を確信しているという表現なんです。で、これ非常によく使う表現なんですが、まあ、今回ね、この表現ちゃんと知っていれば was sure と himself が前後にあるというふうに分かった時点で、あ、 B の of を入れてあげて was sure of himselfという表現にしてあげればいいとわかるはずです。ちなみに今回のように be sure of の後ろに oneself、 つまり自分自身という言葉を持ってきた場合、これ自分自身に確信があるということですよね。で、自分自身に確信があるってどういう状況かというと、これ自信があるということですよね。今回ついでにこの表現も出てきましたから、 be sure of oneself で自信があるという意味になるということも覚えておきましょう。で、今回問題に出てきたこの sure なんですが、絶対に整理しておきたい重要な使い方が3つあるので、今回はそれを整理します。で、使い分けがですね、少し難しい部分があるんですが、そこら辺丁寧にね、解説していくようにしますので、しっかりついてきてください。はい。で、一つ目の表現としては、まあ、先ほどの表現なんですけれども、S、B 動詞、sure of 名詞、もしくは同名詞という形で、主語は、of 以下について、of 以下を確信しているという表現です。例文を見ておくと、I'm sure of his success ということで、私は彼の成功について、成功を確信しているという意味になりますよね。まあ、彼の成功を確信しているというのは、まあ、彼は絶対に成功するというふうに思っているということですね。で、手話の重要な表現の二つ目がですね、主語 be 動詞 sure の後ろにですね、that sv、 ざっと説を持ってくる形です。で、これで、主語はですね、s' が v' すると確信しているという意味になります。で、これはですね、単純に先ほどの of 以下の部分がですね、ざっと説に置き換わったものだというふうに考えれば OK です。例文で確認すると、I'm sure that he will succeed. succeed というのは成功するという意味の動詞ですから、意味としては、
私は彼が成功すると確信しているという風になりますね。で、これはですね、ざっと説が来てるので、He will succeed という風に、まあ、SV 構造が後ろに来ましたけれども、意味としてはですね、先ほど、be sure of の時にやったですね、I'm sure of his success と同じになっているということは確認しておいてください。そして、手話の大事な表現の3つ目としてですね、be sure to be。まあ、be sure ときて、to 不定詞を後ろに取る形があります。で、これはですね、先ほどまでやっていた、まあ、前半2つの表現とは明らかに異なる部分があるので、ちょっと注意が必要な表現になってきます。で、意味から確認していくとですね、主語は確実に V するという意味になります。で、これだけだと、先ほどまでの表現と何が違うんだという感じだと思うんですけれども、これこの後が非常に重要でですね、ここも合わせて覚えてほしいんですけれども、S は確実に V すると、話しては思っているという意味なんです。ですから、これ、話しての主観を表す表現なんですね。これだけだと違いがあんまりわからないと思うので、例文で確認していきましょう。で、そうすると、He is sure to succeed。で、これ意味としてはですね、彼は確実に成功するとなりますよね。でも、まあ、プラスアルファですね、と話しては思っているという感じなんです。で、この話してが思っているということはですね、大事なのは、これ主語が he なのでですね、なんとなく読んでしまうと、彼が成功を確信しているんじゃないかと思うかもしれないんですが、これはあくまで彼は確実に成功するんだというふうに話して、まあ、つまり自分が思っているという表現ですから、思っているのはあくまで自分であるということなんですね。ですから、この be sure to be という表現では、実際の文章のこの主語、今回でいけば he と、それを思っている人というのは、まあ、ずれることが全然あるんだというふうなことは覚えておいてください。ですから、この he's sure to succeed という文をですね、先ほどの前半2つの表現で書き換えてみると、この話してというのは基本的に自分のことですから、I'm sure の文で書き換えることができます。ですからそれぞれ先ほどのように I'm sure of his success とか I'm sure that he will succeed となるんですね。またこの be sure to be という to 不定詞を後ろに取る形は、この主語がですね、人以外でも OK だというのも特徴的です。まあ、当然ですね、これ主語に人以外が来たとしても、この表現の場合は確信しているのは主語じゃないですよね。あくまで話し手が確信しているということですから、別に主語に人以外が来ても OK だということなんです。まあ、とにかくですね、この be sure to be の場合、これ確実にそうだと思っているのは、まあ、文の主語ではなくてですね、あくまで話し手なんだということは覚えておいてください。次にですね、これもよく疑問に挙げられるですね、 sure と certain の違いについて扱っていきます。これどちらもですね、確かであるとか確実なという意味で使うことができるんですが、若干ニュアンスの違いがあります。まず、sure というのはですね、主観的な感じのニュアンスがあります。まあ、あくまでその人が思っているんだという感じですね。そして、certain に比べて sure の方がカジュアル。まあ、軽い表現なんですね。ですから、certain よりも sure の方がね、非常に会話とかではよく出てくると思います。一方、certain というのは、まあ、sure に比べると、まあ、客観的な表現ですね。まあ、自分がこう思ってるというよりも、まあ、客観的に判断するとというニュアンスがあると思ってください。で、次に、間違いやすいポイントとしてですね、形式主語で使えるか使えないかというところがありますから、そこについて確認しておきます。まず、certain を形式主語で使った it is certain that SV という表現に関して、これは全然使うことができます。これは完全に OK です。一方、sure を形式主語で使った it is sure that SV という表現に関してはですね、これ人によってちょっと意見がですね、分かれてしまう表現なんですね。ですから、これは原則使わない方がいいということで、一応ね、三角にはしておきますけれども、まあ、やめといた方が無難だというふうに覚えておいてください。とにかく、形式主語の場合は、It is certain that SV の方を使うようにしましょう。では、最後に文全体の意味を確認して終わりにしましょう。Mr. Parker was sure of himself ということで、
パーカーさんは自分に自信があったということですね。解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.